私の名前は高野君恵、普通の主婦だ。夫の大輝とのんびり暮らしている。なんせもう息子の直樹も独り立ちし、やっと子育てが終わったとほっとしているからだ。旅行とか行こうか。そうね、体が動くうちに行っておかないとね。定年まであと10年ちょっとあるし、体は健康でいないと。直樹が独り立ちして4年ほど経った頃、嬉しい知らせを持ってきた。あのさ、結婚したい人がいるんだ。え、本当に？ぜひ連れておいで。なんと結婚の報告を受けた。後日お嫁さんのかな子さんと一緒にうちに来てくれた。ぼーっとしてる時が多いような子ですけど、よろしくお願いします。いえいえ、こちらこそ末永くよろしくお願いします。かな子さんはすごくいい子だった。なるべく嫌われないよう、接触も必要最低限に、用事があったら直樹にと夫婦で気をつけようと決めた。うるさい義母なんて嫌だろうしね。しかしかな子さんは何かと気を使ってくれる子で、よく連絡をしてくれた。近くまで来たのでケーキ買っていきます。お茶でもしませんか？あら、ありがとう。ごめんね、気を使わせて。しっかり者で明るくて、こんないい子が息子の嫁になるなんてと感動してしまった。式も挙げることになり、何かできたらと私たちがほぼほぼ出してあげることに。そんな、私たちが貯めたお金がありますから。いいのよ、二人で貯めたお金は今後のために取っておきなさい。かな子さんは涙ながらに喜んでくれた。直樹も何回も頭を下げて、後悔のない式にしてあげたかったから、本当にありがとうございますと言ってきた。お金だけ払い、あとは二人に打ち合わせなどお任せし、口は一切出さなかった。その直前に親族顔合わせがあり、かな子さんとのご両親にも挨拶をした。今後とも、こちらこそ、式の件は本当に。さすがかな子さんを育てた親御さん、深々とお礼を言ってきたので、いえいえなんて返していた時だった。結婚式代出したからっていい気にならないようにね。後々出してやったから言うこと聞けとか、かな子ちゃんに言わないでよ。いきなり横から怒鳴ってきた女性にびっくり。私がポカンとしていると、かな子さんの母親が慌ててその女性を止めた。ごめんなさい、この人は私の親友で、かな子を小さい頃から知っていて。はあ。その人は陽子と言って、かな子さんの母の友達だそうだ。親族顔合わせなのになぜと思ったが、家族ぐるみのお付き合いをしているから、私も行くと今日ここに来たみたいだった。陽子さんがごめんなさい、本当にいい人なんです。そう、私も夫も、そして息子も顔を引きつらせた。それを察してまずいと思ったのか、かな子さん親子は慌てて陽子さんを座らせようとする。こういうのはね、先に言っとかないと後々。お母さんはいい人なの、とってもよくしてもらってるの。今はよくても嫁姑っていうのは。陽子黙って。料亭だったのだが、なんだか気まずいまま食事も終えた。陽子とかいう人はずっと私を睨んでいたし、かな子さんが大切なのは伝わってくる。私が漫画とかドラマみたいな嫌がらせをかな子さんにすると思っているのかもしれない。それじゃあ。ええ、本当にごめんなさい。料亭で解散となったが、かな子さんはずっと謝っていた。母親は陽子を隅で口論になっているようにも見えたが、気にしないでいよう。そして時は過ぎ、結婚式当日、私たちは親族なので遠い席に座り、涙ながらに二人を見守っていた。二人とも綺麗ね。そうだな。珍しく夫も泣いていた。つつがなく式は終わり、参列者のお見送りをしている時にまたトラブルが起きた。あの陽子さんがやってきて、私の腕をぐいっと引っ張り、かな子ちゃんを不幸にしたら承知しないよと凄んできたのだ。その時は疲れ切ってて頭が回らず、はい、今日はお忙しい中ありがとうございましたみたいなトンチンカンな受け答えをしてしまった。隣にいた夫、かな子さん、さらに息子も驚いていたのも知らずに。陽子さん、何してるの？バチッと言っとかないとね。すみません、すみません。必死に謝ってくる二人。疲れている私の代わりに夫が静かにこう言った。かな子さんを心配する気持ちはわかりますけどね、そこまで言われたらいい気分はしませんよ。それに陽子は火がついたみたいだった。ほら、かな子ちゃんに嫌な思いをさせる気なんだわ。かな子ちゃん、すぐ私に言うのよ。やめて、陽子さんが失礼なこと言うからでしょ。顔合わせの時に反省した、もう言わないって言うから式にも招待したのに。あんたのせいで直樹くん、そしてご両親が不快な思いをしてるのよ。余計なお世話なの。
そこまでかなこさん親子が言ってるのに、陽子はふんと鼻を鳴らす。私には分かってる。どうせ夫の両親なんて嫁をないがしろにするのよ。他の参列者さんに迷惑なので話は終わってからにしましょうか。話題をそらすな。ここで約束しろ。かなこちゃんにひどいことしないって。まるでもう私がかなこさんに嫌がらせをしてるみたいになってしまった。いい加減にしてよ、もう帰って。え、かなこちゃん、私はかなこちゃんのことを思って。もう切れに切れたかなこさんは自ら陽子を式場から追い出した。それからみんな帰った後必死に謝ってくれた。本当にすみません。ああいいのよいいのよ。なんとも後味が悪い式となってしまった。でもその後も私とかなこさんは良好な関係を築けていた。月に3回くらいお茶に誘われて、いろいろおしゃべりをしたりお料理をしたりして、孫なんて催促は一度もしなかったが、結婚して2年後ついに授かったと教えてくれた。いの一番に店に来ますから。いいのよ、実家でゆっくりして。里帰りは3ヶ月ほど。かなこさんも仕事をしていたし早めに帰ってきた。孫は男の子で勝樹と名付けられた。時は早いものですくすく育ち、保育園にも通うように。2人が都合がつかない時や病気で早退の時は私が迎えに行って、そのまま家で預かったりした。それもどこからか陽子の耳に入ったようで、電話がかかってくるように。かなこちゃんから子供を奪おうとしてるんでしょ。は？いや、頼まれたから預かってるだけで。男の子だから後取りとか思ってんの？そうはさせないからね。妄想がすごいなと思ったが、特に言い返さなかった。面倒だったし、一応こんな電話があったよ程度にはかなこさんに伝えておいた。え、また陽子さんが？すみません。大丈夫よ。そんな日々を過ごし、ある時孫の保育園の運動会に招待された。かなこさんのご両親も招待されたようで、久々に会ったので挨拶をする。この度はまた陽子が。あんなやつではなかったんですけど。え、ああいいんですよ。それよりも今は勝樹くんの勇姿を見ましょう。今は陽子さんじゃなくて孫の姿を見に来たんだから。そう思い夫とカメラを回していた。その時だった。ちょっと、うわ、陽子さんがぬっと現れ前に立ったのだ。私が前で見るべきでしょ。かなこちゃんは息子より可愛いの。その息子なんだから私が前で見るべき。え、もう驚きというかドン引きだ。どうやら陽子さんには息子がいるみたいで、それより可愛い、だからその息子の姿は私も見て当然だなんて。多分この様子だと勝手に来たのだろう。隣にいたかなこさんのご両親がみるみるうちに表情を変えていく。陽子、今日は呼んでないわよ。というか直樹くんの親に対してあんなことを言って縁を切ると言ったはずよね。何言ってんの。私とあんたの友情はずっとなんだから。だからかなこちゃんを守るのは私の役目でもあるの。いいから帰って。そもそも部外者は入っちゃいけないのよ。部外者？私は部外者なんかじゃない、親同然よ。騒ぎになり、違う場所で子供を見ていたかなこさんと直樹が走ってきてくれた。陽子さん？あ、かなこちゃん、勝樹くんの姿見に来たわよ。呼んでないでしょ、もう顔も見たくないって言ったのに。どうやらかなこさん親子からは絶縁されてしまっていた模様。それなのに勝手に来たのか。そんな冷たいこと言わないで。今まであんなに可愛がってきたじゃない。夫の両親なんてどうでもいいのよね。そこで園の先生たちもやってきて、かなこさんが事情を話し外に出してくれるように頼んだ。親族以外は入れませんよ。私は祖母みたいなもので。違います。話してよ。キーという声が校庭中に響いた。私たちは必死に頭を下げて運動会を再開。子供たちも不思議そうにしていたが、なんとか無事終えることができた。後日改めてかなこさんが陽子とのことについて話しに来てくれた。すみません、小さい頃はよく陽子さんと遊んで、確かに身内のように思っていたのですが。結婚の挨拶しに行った時もすごかったんだ。かなこさんの家に初めて挨拶に行った時もいたようだ。その時。小さいことでぐちぐち言わず、かなこちゃんのやることは全部受け止めること。大切な判断をする時は私に相談することなんて勝手に言い出したんだとか。慌ててかなこさん、そして両親が取りなして終わったようだ。下手すれば結婚がなしになるかもしれなかっただろうに、陽子はその時からおかしくなっていったのだという。手には負えなくて、陽子さんの夫さんにお任せしています。そうなのね。でもあんなこと言われても、かなこさんに対する気持ちは変わってないから。
これからも息子をよろしくね。ありがとうございます。夫さんが見ているというし、これで終わりかなと思いきや、運動会から1ヶ月ほど経った頃、陽子がいきなりやってきたのだ。手にはなんと、かなこさんの名前が書かれた離婚届。かなこちゃんが嫌がらせを受けたって聞いた。早く離婚しろ。慰謝料を払え。は？まさに寝耳に水。何言ってるんだ。そもそも今日は、かなこさん含めて息子も、そして孫もうちに泊まりに来てるというのに、声を聞きつけてやってきて、かなこさんは絶句していた。な、何これ？え？いたの、かなこちゃん。気づかれないうちに離婚届を出そうと思ったのか、うちの奥から出てきたかなこさんを見て、陽子は青ざめる。勝手に私の名前を書いたの？これはあなたのためを思って、こんなところにいるより、絶対うちの息子と結婚した方がいいんだから。なんとなく分かってきた。家族ぐるみの付き合いをしていたから、本当に親族になってしまいたいというのが本音なのだろう。私に対しての嫌がらせも、離婚させるためだったのか。かなこさんもそれを察したようで、わなわな怒りで震えていた。あんたのとこの息子となんか、一緒になるわけないじゃん。甘やかされて豚みたいに太って無職で、女を見下して、正気？でもね、ほら、優しい子なの。私と親子になるのも嬉しいでしょ？嬉しいわけないでしょ？確かに陽子さんにはお世話になったよ。でもこんなのおかしい。あんた最低だよ。家族ぐるみだから、陽子の息子にも会ったことがあったのだろう。反応から察するに、ろくでもないやつなんだろう。それと結婚させようなんて、エゴ以外の何者でもない。かなこちゃんはね、うちの智彦ちゃんと結婚した方がいいの。智彦ちゃん、ずっとかなこちゃんのこと好きなの。親だったら叶えてあげたいでしょ？息子より可愛いとか言ってたくせに。いや、本当に可愛いと思ってるから、息子と無理やり結婚させて、親族になりたいのか。だったら自分でやらせないと。は？母親に結婚させろ、連れてこいとか、男として最低でしょ。結婚したいなら自分で動かないと。あの子は人見知りなの。んなこと言って許されるのは未成年ぐらいですよ。離婚届を偽装するつもりなら出るとこ出ますよ。うるさい。早く離婚しろ。いやもう化け物だ。私と夫は息子夫婦が陽子を相手してるうちに、かなこさんのご両親、そして警察に連絡した。先に警察、次にご両親が来て状況を聞き青ざめ、すぐに怒りに変わった。あんたとうとう親友だと思ってたのに、もう許さない。ねえミヤ、あんたも智彦ちゃんと結婚した方が。私はかなこが結婚したい人といるのが一番って前々から言ってたでしょうが。お前の息子なんてごめんよ。親友にバッサリ言われ、陽子は呆然と立ち尽くす。よほどかなこさんと親子になりたかったのだろう。ああ、離婚届勝手に書こうとしたの？ダメだよ、罪になるからね。え？違う、私が書いてあげただけ。いいから車に乗りなさい。そのまま陽子さんは警察署へ。旦那さんにも連絡が行き、罪に問われることとなった。呆れたのか離婚することになり、陽子さんは無職で甘やかし、ブクブクに太った息子と実家に帰ったようだ。そこにはもう兄夫婦の代に変わっていたようで、肩身を狭くしながら暮らしているみたい。かなこちゃん助けて。どんだけかなこさんと親族になりたかったんだか。それよりも息子の現状を直視した方がいいだろう。後からかなこさんのご両親が直接お詫びに来た。そもそも悪いのはあの人だし、私は大して気にしていない。小さい頃からやけにかまってくるなとは思っていたんです。まさかこんなことになるなんて。いろいろこじらせちゃったのかもしれないわね。家族ぐるみの交流なんかしていたから、息子と結婚するのは当然と思っていたのかしら。本当にすみません。きっと二人の中にはいい思い出もあるのだろう。直樹と結婚するまでは悪く言うつもりはない。ただもう二度と会うのはごめんだ。息子夫婦にも平和に暮らしてほしいと思うのだった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。